おいっ子ワンワン大好きなのよ。あの NHK のワンワンね。そう、超スーパー人気からよ、ワンワン。ワンワンはもうめちゃめちゃ人気なんですよ。これね、あの子供いるお父さんお母さんとは絶対知ってると思いますけど、日比谷のなんか野音でさ、うん、ワンワンが営業に来るっつって。営業とか言うね。違う。ワンワンの触れ合えるイベントでしょ。それ営業とは言わねえから。ですげえ無料だからさ。でもそれ最高のイベントだよ。ブワーって並んでて。すげえ連れて行きたいもん、ワンワンのイベント。でワンワンとあのユキちゃんっていうちっちゃい女の子だけど。ああいるいる。あのね、ユキちゃんはいなくて、うん、あの見たことない歌のお姉さんと2人で。見たことないとか。いやもうそれは昭和昭和だよ。歌がうまい。それはもう毎回出てる人じゃなくて初登場その時に。でもなんか歌のお姉さんって感じだって。歌もうまいし。ああいいじゃん。でワンワンが来て、うん、なんかでもワンワンに会えるのでもめちゃくちゃ羨ましいもん。俺はショックだったのよ。なんで？まずワンワンが、うん、あの皆さん今日でワンワンです、どうもワンワンです。それ声は一緒？テレビのなんか違った感じしたけど。あ、それちょっと冷めるな。ワンワンです、今日は、車で来たっていう方みたいな。うわーと思って。めっちゃ営業してんじゃん。いやそうなのよ。とかなんかそのじゃ子供、子供とほっぺって言ってほっぺ触り合ってくださいみたいな。え、 お父さんとお父さんと子供がこうやってこうやってほっぺくっつけてとか言ったと、うん、後にあとね10年もしたらほっぺくっつけてくれないよとか余計なこと言うのよ。ワンワンが大人の目気にして意外と笑い取りくんだね。いやそう。なんかあのウータンっていうちっちゃいキャラクターがいいんだけど、ウータンはもう物理的に出れないの。ウータンってどういうやつだっけ。ウータンウータンっていうちっちゃい、いつもねあの箱に隠れて後ろから多分こうやってやるちっちゃい人形だから物理的にもう来れないのよ。ぬいぐるみじゃないから。はいはい。でウータンいなくて、みんなウータンいないと思ったでしょつって後ろの方の屋台見て、さっきね唐揚げ食べ行っちゃってとか、もう余計なことばっか言うの。いいじゃねえかよ。ワンワンとしても大人も笑かしてやろうと思ってんのかもしれないけど。いらねえなそれ。いやいらないんだよ。もうまっすぐでいいのよ。ごめんね、ウータン連れてこれなくて。ああまあそうだよね。次は絶対。ああウータンも来たいって言ってたから。 みんな次は絶対、うん、絶対連れてくるからねでいいじゃん。本当にウータン来たいって言ってたんだよ。ああ手紙も預かったからぐらいでいいんだよ。何を唐揚げ食べちゃう。ふざけんじゃねえ。